な色言うけど色なんか一切関係ない、自分の好きな色ってことやねん。ルアーでみんな色言うけど色なんか一切関係ない、ルアーに色が餃子あんのは自分らが5色あったら5本買うやんだけだから自分の好きな色ってことやねん。あのね、ルアーのワーム系で色で絶対超過が変わんのはチャートと黒だけ、チャートブラックだけ。ほんでみんなが普通のイメージで思ってるチャートって濁った日とか思うやん、晴れたクリアレイクのチャートは抜群に差が出る。例えば水深が15メーターぐらいの底が見えるような湖でワーム使ってジグヘッド使ってそこ置かなあかん時に食わへん時チャートに変えた途端トーン入る。ほんで例えば秋口なんか台風が行った後で水濁るやん、濁った時みんなチャート系使うやん、真っ黒やって黒つこたら濁った時は黒。それ以外は好み、ほら別にピンクでも何でもいいねん、どこで釣るか。ほんで自分がその色が好きやったら根気よう釣りができるやろ。例えばグリパン好きや言うたら、そして僕のタックルボックスなんかグリパンしか入ってへんもん。なんで言ったら釣り方を悩む前にみんな色で悩んだりとかするやろ。釣り方かける色を入れたら何万通りで悩まなあかんの。そっから色っていうのは省くやん、釣り方だけで悩んだらええ。ほなヘビダンやって当たりない時はラバジグしようとか。例えばラバジグでも僕茶色以外使わへん、なんで言ったら必要ないから。ラバジグで釣れる時は茶色でも釣れし黒でも釣れし白でも釣れし、それで釣れへん時はラバージグが効かへん時や。